おはようございます。おはようございます。シャマ、おはようございます。今日は秘宝があります。それが2018年京都大作戦、1週間2週間前に申し込んだけどメール来ました。落選。京都大作戦2018落選。日本語もそんな落選だけで書いてるんですね。面接しに行ったら、すいません、今回見送らせていただきますとかいろいろあるじゃないですか。日本語はなんかこんな感じで、あー、でもごめんなさいね、今日はちょっと残念ながらもっといいところ行けると思います、あなたはとかあるじゃない。まさかの落選。こんな日本語ある？落選やで。落選どういうこと？この京都大作戦申し込んだ時に写真がいるやねんけど、3回撮った。1回やって送って、あかん、ババーン。2回目まだやって、まだあかん、ババーン。3回目まで撮ったのに落選ってどういうこと？やる意味ないやんか。邪魔。そんなんで行きたいのに行けないのはどういうこと？ 2、3年前は知らんくって、次の日にコンビニ行ったら全部売り切れで、今回は抽選で、で落選ってどういうこと？ってことは京都大作戦2018落選した後どうしましょう？京都大作戦2018落ちたらどうしましょう？ラッシュボール。その通り。落選したらラッシュボールに行きます。ただ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 、ラッシュボール今回は3日目あるんですけど、ちょっと見たら1日目ね、キュウソネコカミ、プリップパイプ、サカナクッションがあるんです。2日目ね、ドラゴンアッシュ、3日目がアッシュドマン、アレクサンドロス、サンボマスター。これってどうやって選ぶでしょう？2日目は2日目で言ったけど、2日目はドラゴンアッシュ以外は何も知らない。どうしましょう？そこはちょっと考えましょうね。では